して国外の自然に水が舞うというのね。ただいまより広島に中原爆死没者慰霊祭を行います。8時15分になりますので皆様ご起立ください。原爆死没者のご冥福をお祈りするためにここで黙祷を捧げたいと思います。黙祷。お守りください。ご着席ください。それでは追悼の言葉をいただきます。はじめに同窓会を代表して芸用観音同窓会会長平川勝弘様にお願いします。追悼の言葉。遺族の方々をはじめ広島日中芸用高校観音高校にゆかりある多数の方々の参列を得て本日ここに慰霊祭が行われるにあたり謹んで哀悼の意を捧げます。あの日から早いもので72回目の広島の最も暑かった日を迎えました。それは壮絶な暑さ、一瞬にして広島を焦土と化した阿鼻叫喚の暑さでした。人類が二度と体験してはならない暑さでした。改めて原爆の日に刻まれた安らかに眠ってください過ちは繰り返しませんからの思いを日中の原爆死没者の御霊に捧げたいと思います。また癒されることのないご遺族の悲しみ、ご苦労、ご心中をお察し申し上げます。去る7月7日核兵器禁止条約が国連本部で加盟国の6割を超える122カ国の賛同を得て採択されました。核兵器を非合法とする初めての国際法です。使用はもちろんのこと、開発や製造、保有、さらには威嚇に用いることも含め全面的に禁止しています。奇しくも採決された日は日本では七夕の日、核廃絶と世界平和の思いを短冊に託された方もおられたでしょう。皆の願いである核廃絶への道がやっと見えてまいりました。前文に核兵器の使用によって被爆者に引き起こされた受け入れがたい苦痛と被害に留意という文言も書き込まれています。あの日理不尽は何も託せずに突然命を奪われた人々、心身の傷を負いながら核廃絶を訴え続けてきた被爆者の思いがやっと世界に認められたのです。私たちはこれからも世界の愚かさと人類が犯した過ちを若い世代に伝えていくとともに核兵器廃絶と世界の恒久平和を訴え続けていかねばなりません。
現在の関能高校の皆さんは広島日曜伝統を受け継ぎながら新しい伝統を作ってくれています。本日は72年前に亡くなられた先輩の御霊にご冥福をお祈りするため参列しています。この慰霊祭を通して高級平和の実現に思いを寄せてくれることでしょう。被爆者の平均年齢も81歳を超え、高齢化が進み、直接被爆体験を語ることが難しくなりつつあります。若い関能高校の皆さんがこの被爆体験を学び、我がこととして語り続けてくださるように願ってやりません。訓練合意中に被爆し全滅した日中1年生321名の惨状を追った石踏みの英語版が配布されていましたが、昨年12月に発刊の運びとなり、共同通信社により紹介記事が全世界に発信されました。また当会より169の駐日外交公館に寄贈しました。国内の高校で英語の教材に使いたいという声も聞かれるようになりました。核兵器禁止条約の採択に、あるいは国際世論の広がりに大きく貢献したであろうことを、すべての原爆死亡者の御霊にご報告申し上げます。ご遺族の皆様と共にこの地で作業していた当時1年生の被爆者の皆様に思いを馳せ、ご冥福をお祈りしたいと思います。御霊が安らかにお眠りになることを祈って追悼の言葉といたします。平成29年8月6日慰霊関能同窓会長平原克也。ありがとうございました。続きまして、学校を代表して広島関音高等学校豊田義行学校長にお願いします。追悼の辞。本日ここにご遺族の皆様をはじめ、慰霊関音同窓会および関係者の皆様の参列を得まして、広島日中原爆被爆者慰霊祭が執り行われるにあたり、広島日中354名の生徒教職員の御霊に対し謹んで哀悼の誠を捧げます。昭和20年8月6日、一発の原子爆弾が広島市上空で炸裂し、灼熱の閃光と爆風により一瞬のうちに奪われた多くの尊い命、また今もなお原爆の後遺症に苦しまれている方々に思いを致すとき、私たちは深い悲しみと痛みに覚えるものであります。昨年5月27日オバマ大統領が現職のアメリカ大統領として初めて被爆地広島を訪問し、原爆投下国として広島と長崎を含む第二次世界大戦のすべての犠牲者に哀悼の意を示すスピーチをしました。米国の大統領が被爆の実相に触れ、核兵器のない世界への決意を新たにする、核なき世界を信じてやまない世界中の人々に大きな希望を与えてくれました。戦後東西冷戦下で米ソは核軍拡競争の時代に突入し、ピーク時の86年には世界の核弾頭数が7万発を超え、核戦争が現実味を帯びる中で核軍縮は始まりました。そしてこれまでに核弾頭は約1万5000発に減る一方で、核兵器保有国はアメリカ、イギリス、フランス、中国、ロシアの5カ国からイスラエル、インド、パキスタン、北朝鮮を含む9カ国に拡大しました。また国際テロ組織への核兵器拡散の懸念も高まっており、核をめぐる状況は深刻さを増しています。このような国際情勢の中で、慰霊関音同窓会では昨年の末英語版石踏みが刊行されたのを受け、
在日大使館を通じて世界中の指導者に英語版石踏みを配布する取り組みを行うことが、原爆で亡くなった先輩たちへの真の弔いになるのではないかと考えられ、国内の約200カ国の大使館に同書を送付されました。現要観音同窓会の皆様の取り組みに敬意を表します。香港においての平和を希求する取り組みとして、今年度もまた生徒会が呼びかけをし、生徒一人一人が平和を祈願し作成した折り鶴を束ねて慰霊碑に献納しました。また去る7月30日には本校音楽部 OB 合唱団の混声合唱により、日中生徒の被爆の瞬間から全滅までの惨状を、当時の記録や遺族の方々の証言をもとに作られたレクイエム石踏みを1年生が鑑賞しました。秋にはこれも恒例となった2年生を対象とした、朗読ボランティア森の会の朗読劇石踏みショーを聞く予定です。平和の尊さを学んでいる私たち広島観音高等学校生徒教職員が、再びこのような悲惨な経験を決して繰り返さない、繰り返してはならないという痛切な思いを受け継いでいくことが、その道のりがいかに長くいかに困難なものであろうとも、今を生きる私たちの責任であります。私たちは絶望の淵からよみがえった被爆者の皆様方と共に、核兵器廃絶と平和で幸福な国際社会の実現という願いを叶えるため、世界に訴え行動し続けてまいります。本日ご参列の皆様と共に、この慰霊碑の前で戦争の犠牲になられた方々の御霊の安らかならんことをお祈りし、世界平和の構築に向かう人材の育成に努力することをお誓いし、追悼の言葉といたします。平成29年8月6日広島県立広島観音高等学校校長豊田義行、